今回はたったの10秒間うつ伏せになって寝るだけで気になるお腹、細くならない足というのが変わってきます。まずはそこのチェックをしていきます。うつ伏せになってください。スマートフォンを顔の下に置いてもらってうつ伏せになりましょう。これでまずバタッと寝てみてください。この時に手のひらが上に向いている、つま先が内側に向いてしまっている、肩が内側に入っています。そして足の裏、つま先が内側になった方が楽ということは、お尻が開いて股関節が内旋してしまっている状態になります。股関節が内旋しているとお尻が出てしまって、肩が内に入っていると猫背になってお腹が前に出る、お尻が出る、上半身は猫背、へんてこな姿勢になってしまっているんです。この場合、日常生活では体の前面ばかりを使ってしまって、背面を使う意識ができてなくて代謝がすごく下がってしまいます。そこで今回はうつ伏せになって体の外側を使う意識をする姿勢をまず10秒間寝たまま作ります。スマホを見ながら手を下に向けて、つま先は外に向けて、お尻を締めて、恥骨を下に押さえる感じでお尻を締めてください。このまま10秒間寝ましょう。股関節が少し難しい方は、ちょっと膝曲げてもいいです。気持ち返る足な感じで、つま先を外に向けてください。この状態でまず力を抜いて10秒キープ。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。今の手のひらを上に向ける、つま先を内側に向けるっていううつ伏せが楽だったっていう方は、体の後ろ側があんまり使えてないです。そして手のひらを下に向けて、つま先を外に向けた状態、最後に10秒やった状態、それが違和感がすごくあった人っていうのも、やはり体が前側に意識がいってしまいます。そうなると姿勢が悪くなって背中が日常的に使えないので、とってももったいないです。そこで今回は背中側を使うためにとってもおすすめなリバースプランク、これを20秒間一緒にキープしていきましょう。これをやるだけでさっきの姿勢がすごく楽になります。そうなると背中側を使う意識ができて、日常的に痩せやすい体に持っていけます。姿勢が正されるということは、出てるお腹が引き上げられて、お腹が出る姿勢が正されて、出てしまっているお尻が前に正常に戻り、縦のラインが綺麗になって、お腹と足が痩せやすくなりますので、一緒に20秒やっていきましょう。リバースプランクはまず指先を外側に向けます。そしてお尻を締めやすくするために、お尻が締まるとお腹がへこみます。なのでつま先を少し外に向けて、お尻を締めて体を持ち上げる。でしっかりお腹を引っ込めて上を向いて、これで20秒キープです。スマホを横に置いてください。それでは行きます。息はできるだけ長く吐きます。行きます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、残り10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。これでもう一度うつ伏せになってください。手のひらを下に向けて、つま先を外に向けて10秒間寝てください。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。初めにうつ伏せになって
手のひら下、つま先外っていうのをやった状態と、その後に今リバースプランクを行って再度やった状態、最後にやった時は少し違和感が少なかったと思います。それだけで体のラインっていうのは変わってきます。今は初めよりも肩が少し広がって、出ているお尻が、骨盤が内側になって出てしまっているお尻がちょっとこのようにね、外旋されてお尻が締まって正常の位置にお尻があると思います。そうなるとお腹がへこんできます。そしてお尻の位置が正しい位置に戻るだけで、足というのは無駄に前ももに負担がかからなくなって細くなりやすくなります。ですのでうつ伏せをチェックして、手のひら下、つま先外、それで違和感がないような体のラインの状態を常に作ってください。今回の簡単にたったの20秒、寝るだけで体のラインというのは変わっていきます。何度も動画を見ながらやってもらえたらと思います。体に違和感があった方、その違和感が改善されたって方は、よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってます。よかったら体の変化、動画のシェア、 SNS のフォロー、その辺もよろしくお願いいたします。今回は簡単に寝るだけで痩せる体ができる方法でした。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.